はい、皆さん、こんにちは。チームハロンズ黒川です。ドル円のテクニカル分析を3分で解説します。本日、ロンドン市場の見通しとなります。まずは結論から。はい、2時間足、ボニンジャーバンド1問金衡票トレンドは出ておりません。ストキャスティックス、売りシグナルが点灯ということで、はい、2時間足ベース、明確な方向感は出ておらず、レンジ内での動きと考えております。それでは、テクニカル分析とサポートレジスタンスをご紹介します。 2、はい、時間足ボリンジャーバンド、トレンドの方向性を示す赤い点線21本、移動平均線、真横を向いております。トレンドが全く出ておりません。ローソク足といいますと、2時間足、えーあの、21本移動平均線とほぼ同レベルということで、2、はい、時間足ボリンジャーバンド、トレンドも出ていなければバイアスもかかっていない状況ということです。2時間足ストキャスティックスは売りシグナルが点灯ということです。 はい二時間足一目金行表ですこちらも形状から言うとトレンドレスの形状ということですはいそれでは本日ロンドン市場のサポートレジスタンスをご紹介したいと思いますまずはサポートラインですはいサポートラインは138円ちょうどレベル138円ちょうどレベルと考えておりますはい続きましてレジスタンスラインですレジスタンスラインは139円ちょうどレベル139円ちょうどレベルと考えております。 はい、本日、ロンドン市場の予想レンジ、138円ちょうどレベルか139円ちょうどレベルということです。はい、ポイント、フェド要人高派発言で買い戻しということで、はい、昨日、ニュー,ヨーク時間。 はい全般的に円買いが優勢となりましてドル円は137円497まで下落はいその後ブラードセントルイス連銀総裁ウィリーアムズニューヨーク連銀総裁の高カ派発言で139円台まで上昇ということですはい次の市場の注目点なんですけどももちろん今週金曜日の,あのアメリカの雇用統計もそうなんですけどもはい30日水曜日27時30分からのパウエル FRB 議長の講演ということですはい先ほど講演 テーマがが経済とと労働市場というヘッドラインが流れておりました、はい、今週末から FOMC のブラックアウト期間に入るということで、はい、30日水曜日27時30分からのパウエル議長講演の内容は大変注目度が高いということです。はい,そう,いうことでドル円本日ロンドン市場におきましてチャート形状的に言いますと明確な方向感が出ておらずレンジ内での動きと。 考えております。最後にグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。本日は以上となります。